南海トラフ地震を想定し、被害現場を映像で映しながら遠隔で医師が救助を指示する訓練が今日初めて伊予市で行われました。訓練は豊後水道で震度6強の地震が発生し、倒壊した家屋に住民が長時間挟まれているという想定で行われ、県のドクターヘリや消防合わせて25人が参加しました。訓練ではまず救助に出動した消防が現場近くに指揮本部を設置、救助現場の様子を映像でリアルタイムで見られるようにモニターが設置されました。そしてドクターヘリで到着した医師が指揮本部で映像を見ながら、救助者の心停止に備えて AED を装着してから救助するよう指示していきました。一番危険なのはその解除された時ですね。不整脈が起こった時、あるいは心停止に至った時にすぐに AED であったり電気ショックをかけることができるような状況を作っておくということが必要かなと思います。南海トラフ巨大地震が発生した場合にはこのような救助現場というのは起きるというふうに想定し、さらに体制の強化、連携力の強化に取り組んでいきます。消防は今後も訓練を積み重ねて大規模災害に備えたいとしています。